ティルスは、レバノンの南西部、地中海に面する都市遺跡。ユネスコの世界遺産に登録された史跡でもある。ティルスの現在の名前はスールないしは、ティールと言われる。ティルスは、現在小さな漁村であるスールの位置にかつてあった都市で、ある。都市の起こりは、紀元前2500年頃と言われている。ティルスは、紀元前1000年頃、ティルスをひらむが、 陸地から1キロメートルほど離れた小島に移した。紀元前332年に半島となった。以後、フェニキア人の作った都市国家でも最大級にまで発展し、紀元前1000年頃にはフェニキアの首都となった。また、アレクサンダー大王に対して唯一抵抗したフェニキア国家でもあった。テュロス人はエフェソス物語、 ダフニスとクロエなど多くのギリシア文学に、バール信仰や人神国などの風習を持つ残忍な、海賊として登場し、ローマ時代に至るまで、文学の伝統となっていた。レバノン内戦ではイスラエルによって占領された。紀元前2500年、ビブロスやベイルートと共に、フェニキア人の都市として成立。紀元前1200年頃に、他のフェニキア都市と共に独立し、 紀元前11世紀から紀元前9世紀に最盛期。ティルスの植民都市としてカルタゴを建設。紀元前9世紀から紀元前8世紀にアッシリアの強大化によって勢力を失い、他のフェニキア諸都市と同様にアッシリアに従属する。紀元前701年、エジプトと同盟し、アッシリアに反乱。 アッシリア王センナケリブの遠征軍に包囲され包囲は失敗したものの、服属。紀元前671年、エジプトと同盟し、アッシリアに反乱。アッシリア王エサルハドンの遠征軍の攻撃を受ける。紀元前586年、シンバビロニアをネブカドネザル2世の遠征軍に包囲され13年間にわたり抵抗した後、服属。 紀元前332年、マケドニアのアレクサンドロス3世の統制軍に対し、フェニキア人の中で唯一激しく抵抗したが、包囲され、要塞化された、ティルスの島に立てこもった。しかし、アレクサンドロス3世は、艦隊で海上を封鎖し、7ヶ月かけて、島との間を埋め立てて、突定を築き、攻撃を仕掛けた。 強固な守りに、アレクサンドロス大王も苦戦したが、強力な射出装置によって、城壁を砕き、破砕口から進撃して、ティルス軍を一網打尽にした。この戦いによる、ティルス側の戦死者は8000人、陥落後さらに2000人が殺害され、3万人のティルス、市民が奴隷として捕らわれたと言われる。後に、アレクサンドロス三世の許しを得てティルスは、再建されるが、 政治的にも、経済的にも弱体化し、かつての繁栄は失われた。その後、セレウコス朝シリアやローマ帝国の支配下に置かれ、12世紀には十字軍の支配を受ける。第3回十字軍の際には、コンラード一世率いる現地十字軍勢力がイスラム勢力に抵抗その後、イスラム化が進行するにつれ、ティルスは縮小され、ついには放棄される。 現在は、ローマ帝国支配時代の遺跡があまり風化せず数多く残るが、都市としての面影はない。周辺地域にて、スールやアナーといった小さな村が点在するだけである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。堀口28ページ塚田2000。 ピアニッシも100206、高さ十数メートルの円柱が両サイドに数十本ずつ立ち並ぶ大通りが続いている。この都市遺跡は1920年代に土の中から発見されたので破壊されずに残っていた。また、この都市遺跡から少し離れたところにほとんど破壊されていない巨大な競技場が残っている。ありがとうございます。